こんにちは。11月の29日火曜日の株と為替の売買シナリオでございます、えー。今日はちょっと早いですけども、今15時29分を過ぎたところでございます。さて、本日の東京市場でございますが、なぎでございました。一言で申し上げるとなぎでございます、えー。こちら、5分足チャートちょっとご覧になっていただければというふうにして思いますが、ドル円相場は111円台の後半を中心とした推移。 えー、日経平均株価まあこちらのチャートはですね、えー、東京金融取引所クリック株三六五 C F D 二二五指数の方でございますがやはり一万八千二百円台を中心とした展開とこういうところでございます。えー、まあ米国のですね時間外の十年債金利の動きなどもまあ横目にというようなあ話はまあ前場前場という言い方でしょうかね朝方はちょっと気にした向きもいたようなんですが、えー、あまりそう最終的 にに、特、え、に、ーま、為替市場にも、えー、そして日経平均株価の方にもちょにも影響の方はなかったというところかと思いますで、先ほど持っていた、えー、もう1つちょっといくつか資料を持っているんですがさてここに来てでございます、ちょっとテーマに,テーマになっているというかいくつかこそこそと、えー、報じられていたり市場からちょっと聞こえてくるのはこちらでございます、えー、ちょっとご覧になっていただければと思います。 石油質機構のホームペなんで,で,、えー、で興味を持っているのかというとお明日でございます、まあ、ちょうどこの辺でしょうかね、私がちょっとオペックの宣伝するのも変なんですが、石,石油輸出機構、えー、ちょうどこの辺のところを、えー、クリックすると、ちょうどこの辺でしょうかね、えー、オーストリア・ビエナとウィーンというふうに書いてありますが、ここをクリックすると、このような。 えー、お知らせ文が出てままいりますでこれ何かというと、えー、石油のこれ原産調整に向けた会合がありますよというところで、えー、明日でございます。えー、11月の30日、えーでえー。ちょっとこちらのところに時間帯書いておりますので、恐らくです、ねこれはまあ、私も不確かなこと言ってはいけないのかもしれませんが、オーストラリア、えー、ビエナと、まあ、ビウィーンという風に書いておりますので、えー、現地時間だと思います。そうしますと、東京時間と8時間差。えー、東京時間と8時間差というと、 えー、明日の10時からという話になりますと、えー、東京時間の18時から発表になるという形になりますでしょうかね、夕刻、でここからなんですがあ16時にというところ、まあ、プレスコンファレンスというふうに書いてありますがこの間にいろんなかこの前後におそらく観測報道が出てくるのかなというところかと思います明日の18時以降をで6時間ですからまさに、えー、深夜。 まあ24時、えー、夜中までですねちょっと石油関連の動きで、で特になんですが、うん、サウジアラビアのおお抵抗もそうなのかもしれませんが、イラン、イラクなどの減産に応じられないような。 というような報道も出ております。えー、そうしたところでは特にですけれども、えー、まあ資源国通貨、新興国通貨もまあ非常に揺れ動いてくる可能性がある。まあそして我が国においてもですね、この原油の動向というのは当然、えー、株式市場にも大きな影響を与えてくるだろうというところだと思います。えー、これは明日その夕刻以降でございますが、観測報道もですね、えー、まあこういうあたりから出てくる可能性あるかと思いますので、ちょっとこれご留意いただければというふうにしていと思います。さてで先ほど。 そうは言っっっててもですちちょっとこちらの方に持っておりましたけべの個人的なポジションでございますがこの通貨は何かというと、えー、今回のヒントになりますが、えー、こちら、た部の個人的なポジションでございます。さて、これをもってして今回のタイトルはこちらでご案内させていただこうかと思います。 2016年、残り1ヶ月、上昇率ベストワンの通貨は、というところで先ほど実はご覧になっていただいた、実は南アフリカランドがですね、えー、まあ今の時点で11月の29日、まあ、もうちょっと厳密に言うと11月28日取引分のところまでなんですが、 今年一番上昇していいる通貨ペアでございます、まあ、非常にいい、まあ、皆さん、ここ最近ですねリスクオフだとかリスク感濃度の強弱によっていろいろクロス円をご覧になられていらっしゃる方も多いかと思いますでクロス円に合わせてドル円の動向そしてまあドル円の動向に合わせて日経平均株価、まあ、当然、逆もしっかりなんですがちょっとご覧になっていただければと思いますのは南アフリカランド円が。 昨年の終値比で見て、もう一番上がってると、もうプラスに転じてますよというところです。で、今年の夏、ちょっと振り返りますとですね、これもあの以前、この倍品でもう何回も申し上げたような気がしますが、ゴーダンさんという財務大臣。 これ非常に不確かだったんですけども、南アフリカの警察の文書は、検察当局からの不正容疑の捜査があったり、訴追があったり、ないしは打ち切りがあったりだと。で、それに合わせてなんですが、学生運動も非常に激しいというようなところでは、えー、在南アフリカ大使館、えー、在南アフリカの日本大使館からも、えー、警戒するようにというような警告文が出ていたぐらいの話でございましたが、えー、そうしたところでは、まあ、これが一旦、 ま、あ、幕引きという言い方になるんでしょうか。そして、まあ、10月、11月に入ってからなんですが、ドル円の上昇にテンポよく上がって、え、南アフリカランド円は8連押していると、こういうところでございます。8日連続の要線引けと。えー、そうしたところで、えー、つい先日でございますけどね、えー、南ア中銀、政策金利を7%据え置きとしたものの、えー、グギャナゴさん、えー、総裁ですけどもね、インフレリスクは上向きだというところで、今後の、このインフレ見通しに関しては、利上げ関 を強めさせるような姿勢。で一方で、これはフィッチだ,とだったと思いますけども、南アフリカの格付け、これ見通しを引き下げるというような、まあ、非常にですね、これはまあ偶然という言い方をしたらよろしくないのかもしれませんがちょっと驚愕の上昇帯の中での戸惑い、ただしその戸惑いの中でも冷静にですね、東京金融取引所クリック365の売買比率動向を見ますと 回避率が下がってると、えー、こちらの方はリキアの FX 道場ブログの方でちょっとご案内させていただいたんですがやはり利上げ思考、えー、もしくは上昇トレンドに合わせてなんですが、今までのずっとロングポジションで、えー、回避率低下要は利益確定に動いていらっしゃる方々がいらっしゃるとおいう動きですさてじゃあこのままずっと上昇していくのかというところなんですが先ほど申し上げたように えー、特に原油の動向、内緒はドルの利、この利上げ観測が非常にある中では、えー、ドルの強弱、ドルの裏表というんでしょうかね、ドルが下がれば当然新興国通貨が下がり、新興国通貨が上がるような形の時には、まあ当然ドルが下がるというところなんですが、それと相まってドル円の動きにも当然、えー、警戒すべき必要性があると。えー、で、じゃあこのままドル円が115円、120円にポンポンと行けば、 まあまあクロス円の上昇に合わせてというような、失礼、ドル円の上昇に合わせて、クロス円も全般的にはというような形になるのかもしれませんが、先ほど申し上げたように、この OPEC、原油の動き、石油価格の動き、資源国通貨、これ全般にも及ぼすかと思います。この南アフリカランドに及ばず、カナダドルであったりだとか、オーストラリアドル円であったりだとか、いろんなものにえ大きな影響を及ぼしてくるかと思いますので、改めてでございます。現在においては上昇率ベスト1。 ナンバーワンではございますが、えー、利益確定の動きをしている向きもいらっしゃるよという方。 ことはですね、まあ、決して、あの、リグってくださいと申し上げてるわけではないんですが、ちょっとこうした動きもありますよというところは、ちょっとご注意、えー、注意払っていただければと思います。えー、そうは言ってもですね、じゃあ、もうここが上限なのかというふうにして思ってらっしゃる方々もいらっしゃるかと思います。で、でテクニカル的な観点なんですが、一つの目安として、まだもうちょっと乗り代があるのかなというふうにして見てるんですが、竹部のイラストが刺しております。えー、こちらのは、周足ベースでの一目均衡表、雲の上限。 8.41アラウンドがこの辺がですね一旦雲の上限になってますのでこの辺ぐらいまで伸びしろはあるのかなという,ふうにして見ております、えー、ただし先ほど申し上げたとおり OPEC 総会もあるしというところでは、えー、ポジションの調整が、えー、顕著になってくるかもしれません、えー、ないしは今週、ですね、えー、これは前回のこのバイシラでも申し上げましたが米系の金融機関を中心として運用担当者、ディーラー 大体、えー、だいたい今週、来週は今月締めでですね、えーまあ、契約の公開とかいうような形になってくるかと思いますので、えーまあ、新興国などのポジションの調整も強めてくるかもしれませんので、えー、そうしたところはちょっとお含み置きをしていただいてお取り組みいただければといいううふうにして思いますさてで、えー、本日気になりました日経平均の採用銘柄値上がり率、値下がり率ランキングでございますけれどもお気になりましたのは ええー、まあ、5801、今、まあ、こちらフル化電工でしょうかね。このところでは、光ファイバーの関連事業というところでちょっと期待されていると、一部の証券会社は投資判断引き上げをしているというところでございます。あとは、あパナソニックなどは、これはあ、車載リチウムの電池、新規工場を、まあ、欧州のところで、 で、作るというような一部観測報道だったかと思いますそうしたところではちょっと物色されたのかなと。えー、値下がりをしてしまったところでは9983の、えー、ファーストリテリング。まあ、こちらの方はちょっとネガサ株ですので、えー、まあ少し今日は割り送ってしまったのかもしれませんが、ちょっと意外だなというふうにして思いましたのは5332の、えー、東東ですね。えー、こちらの方は国内消費の低迷という見方で、欧州系の一部の証券会社。 業績予想と目標株価をちょっと引き下げたというところで、え下押しになってしまったという経緯でございます。 で、今回の売買シナリオでございますが、まずはドル円からです。えー、予想レンジは111円の70から112円の50銭。1の70、2の50。えー、エントリー水準は1の80。これなんか前回の売買シナリオと同じかもしれませんが、1円台ので後半、えー、2円でちょっと割れたところではベンチャーエンタリーしたいなというところのスタンスは、えー、変わっておりませんが、ちょっと、えー 上値からの抵抗体、そして下値からのサポートえ、そろそろ交わってくるので、どっちかブレイクするのかなというところはちょっと警戒しているところでございます。1の80で買って2の40で売る、えー、値幅は60銭狙いなんですが、リスクの方もですね、同じような形で60銭1、1の20になったら損切りとこういうところでの今回のシナリオでございます。で、ポイントとしては、1点。 今夜でございますけども、米国のこの第3四半期の GDP 改定値、こちらの方は、ま、加工値ですけども、こちらの方が発表されます。えー、で、かなりですね、ここ最近市場予想と見るとですね、情報修正されるのではないかというような見方が出てまいりましたので、予想数値よりもさらに上回るような形が出てくると、ドル買いが 当然でございますが、強含んでくる可能性が非常に高いというところ、そして、ここ最近の10年債金利の動向に対して、 でまさにこの方が一番、えー、喜んでいるんだと思います3月、6月そして9月にもおっしゃっていたのが非常に印象的でございましたダドリー・ニューヨーク連銀総裁え米国の10年債金利、まあ、要は、えー、短期・中期の金利格差が当然広がってくれないと、えー、金融セクターにとってはプラスにならないというような暗黙の姿勢をずっと見せていた方が、まあ、今の状況をどのように見るのか当然、ね、深夜でございますがパウエルさんパウエル FRB 理事もですね、えー、12月の まあ、利上げは、まあ、それぞれこのお二方。 まあ当然の姿勢という,ような形になって、えー、発言をさらに強めていくのかないしは、えー、ここ最近のトランプ施策においてインフレ見通しなどに関しての発言を示すのかどうかちょっとこの辺も気になるところでございますが、えー、いずれにしても GDP を見てそして、えーまあ、米国株式市場もそうなんですが FRB 幹部がどのような発言をするのか、えー、そうしたところでは上値を追いリスクが、まあ、ちょっとまだあるのかなというところだと思いますが上限がじりじりと下がってきているというところも一つの、まあ、ポイント ななるのかとというところで今回は1の80で買って2の40で売るというところでのシナリオでございます、えー、そして今度は日経225の方でございますがこちらの方は1万8200円から400円の予想オレンジで考えました、まあ、マーケットのスタンスとしてはやはりどうし,どうしてもですね昨日もそうだったんですが ETF だとかそうしたものに対する、えー、下値、えー、期待と、まあ、下値期待という言い方はちょっと変ですね、えー、マーケットの で下支え期待いというところがまあ、えー、ずっと根底にあるよというところかと思います。で先ほど申し上げた通りまあ、株式市場においてもですね。 ほぼほぼ12月の利上げが確実視されている中で今後の利上げのペースというものを、まあ、もし示すと米国株式市場には当然大きな影響が出てくるというところだと思いますので利上げのペースがまあ今後想定していたものよりも早くなるという形になればドルが買われるというようなロジックはまあまあ当然分かりやすいかと思いますが株株式式市市場場ががどどのののよよううなな米国 釈放するのかちょっとこの辺は非常に不確かなところでございますしたがって18,250円で新規で買って18,400円で決済売りと150円狙いで考えたんですが損切りの方はちょっと浅めに18,150円、えー、直近のまあ安値圏が18,200円えアラウンドなんですがここをもうちょっとでも下回ってくるような状況ですとちょっと身構えなくちゃいけないのかなと、えー、まあ18,100円台ぐらいまでは 本音は耐えたいというところではありますが週末には米国の雇用統計も控えておりますのであまりです、ねまあ、ベンチャーエントリーないしは明日でございますけどもおオペック総会もあるよというところでございますのでちょっとこの辺は浅めなリスク対応というところで、まあ、解体域でのシナリオでご案内させていただきます。 えー、もうタケベの個人的なポジションは、ねえー、10ランドしかないわけでございますけれども、えー、当然でございます、まあ、大きくですね、えー、こうした南アフリカ、もしくはクロス線新興国通貨、えー、原油価格、もしくは資源国の通貨、まあ、それに関連するような速報、観測報道などで、大きくボラタイルな値、ね、動きをするのが、まあえー、流動性が低い分だけ、ですね当然、その辺が遂行されるところでございます。えー、昨日もも前回も申しし上げましたが 新月でございますのでファイナンシャルアストロロジーサイクル上は転換期でもあるというところではリスク管理の方は再チェックしていただいてお取り組みいただければというふうにして思います以上11月の29日火曜日の株と為替の売買シナリオでございました